はい、昨日にね引き続いて、今日はね高倉総一郎さんへの、質問への回答、2日目になります。よろしくお願いします。お願いします。前回ちょっとね質問の仕方が長かったんで質問そのまま読んでたんで、今日はねもう端的に要点だけお話しして一問一答みたいな感じでどんどん、行きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。大丈夫ですか。手製の銃は何秒で発砲するですか。手製の銃ですけど、はい、まず雷管っていうのを使っていないんですね。通常の、弾薬で使う雷管を使わずに、はい、おそらく、まあ、バッテリーのようなもの、はい、電気を通していると思うんですね。これですね、はい、そうですね、はい、でその時間が例えば火縄銃のように遅いかっていったらそんなことはないと思うんですよ、はい、なので、まあ、おそらくそれぐらい 0. 何秒っていう瞬間的なもので発砲に至っていると思います。でこれについては本人が試射あるいは試し撃ちをして大体分かっていると、はい、そうですね、把握してますね、いうことですね、はい、まあ、もちろん一発分と二発分のあの時間考えるとそんなに何秒も待っていたとは思えないですね。そうですね、はい、事件の銃、この山上容疑者が使った銃だと思うんですが、事件の銃は何連射できるものですかと。まずあの筒2本です、はい、本です。で中に3弾が入ってます、はい、で供述通りだと6発、はい、でこれはもう1回でドン6発、はい、で次にもう1回ドンで6発、はい、終わりです。それで終わりですね。終わりですね、はい、ちょっと私から質問なんですけど、これよく暴発しなかったと思うんですが、それはあの高倉さんから見てどうですか。それもですね、薬莢っていうものを供述通りじゃ使ってるんですね、はい、その中に、自制の黒色火薬を入れて、入れてで6発の弾丸を入れて、はい、で蓋をして、はい、あの中に装填してるんですね、はいはい、で火縄銃なんかだと直接筒の中、まあ、銃身の中に注いでますので、はい、耐圧が違うんですね、はいはい、で圧力が、まあ、十分に、まあ、耐えられる状態に作っていた、はい、だと私は思いますね。なるほど、うん、当然試射もしてるし耐えられるように本人がこう工夫しながら作っていったんだろう、はい、ということになりますね。ソードオフで90メートルの威力はすごいですかと。口径だったりとか、はい、ああいう部分というのは、現代 その散弾銃、既製品の散弾銃に結構近いんですね、はいはい、おそらくあの20ミリぐらいだと思うんです、あの、はい、手製銃は、はい、で一般的な、散弾銃、既製品の方は 18.5 ミリぐらいですね、まあ、それほど差もなく発射している、はい、であの大量の火薬で発射してますので、はい、銃身の短さから考えるとすごいと思います、はい、これね、本人は散弾銃のあの普通の猟銃のね散弾銃の所持の許可も得てないし、過去に所持をしていたという話も聞いていませんというか出ていません。でその中で散弾銃の構造、仕組みというかそういったのは、まあ、警察の発表ではインターネットからっていうんですけども YouTube とかそれだけで実際可能なものなんですか。そうですね、情報はまあ実際 YouTube であったりとか、はい、インターネット上でまあ検索すれば既製品の銃っていうのは簡単に情報が手に入ってますね、はいはい、でそれを再現するとすると、まあ、例えば、あの金属の筒とかはまあ簡単にインターネット上で手に入りますし、はいはい、他の板であったりとか、はい、あとバッテリーとかもまあ簡単に入りますね、手に入ります、はい、で弾丸とかもまあ簡単にその別なものから流用したりとかできますので、はい、黒色火薬さえもいわば作ってしまえば、はい、あとはもう簡単に作れてしまうと思います。散弾銃のその構造とかあんまり知らなくても、もともと知らなくてもすぐ調べれば分かりますので、はい。音の大きさの割に威力がないのではないかというのはどうですか、はい、これも、現代の無煙火薬ってあるんですね、はい、で以前の黒色火薬が白煙量がすごく多いためにその後進んで作られたのが無煙、はいはい、と呼ばれる無煙火薬なんですね、はい、で無煙火薬の方が、密閉された状態で打ち出すとすごい高圧に圧力が強いんですね、はい、で打ち出す。で黒色火薬はもうその分量がないんじゃないですか。同じの 量だとエネルギーが出ませんので、はい、量を増やして大量に燃やしてドンっていかないと思いますね、はい、で音が違ってくる。で今回のものも散弾銃という形をとってますので、はい、かなり弾丸の重量、総重量があったと思います、はい、これを素早く早く打ち出すには大量の火薬を使用した、それでドン。反動がない様子から空砲ではないかという話が、質問が来てます、はい、いかがですか。
一発目撃った瞬間、はい、後ですね、はい、直後に見ているので反動が ないように見えてるわけです、はい、で別映像によってはですね、そうですね、はい、でまた別の映像、なかなかこれを見ることは削除されたりとかありますんで、はいはい、見ることは難しいと思うんですけど、これを見ると、はい、撃った瞬間にドンってこう肘が上がってる、はい、ここにも反動は出ますよね、はい、反動そのものは、はいはい、あるけど、はい、そんなあそこまで反動がないんじゃないかと。そうですね、まあ、例えばこれ実際に安倍元総理が負傷してるわけですよ。で実際にこう弾もこう飛んでるわけですね。これ空砲なら弾飛ばないですよね。もちろん。でその時に撃ったと同時に、それに合わせて、まあ、これ陰謀論の、ね、話になっちゃうんですけども、私は好きではないですけどもね、撃ったと同時に撃つってことは可能ですか？ゴルゴ13じゃないですけども、難しいですよね。その現実的ではないと思いますね、はい、まあ、何かで、はい、1、2、3で撃つよって言って 1、2、ドンっていうのが決まってれば別ですけど、そうじゃなきゃ同時に撃つのはなかなか同時に撃つのは不可能に近いと思いますね。で、まあ、この実際にこの空砲も波形は出ます、音が出てますから、だからそれがダブってはないってことですよね。そうですね、ダブってはないですし、これ以外の音がありませんので、銃声というのは、はい、はい、ですから、あのこの山上容疑者が撃った発砲音しか、銃声しか残ってないということですね。被害者が、まあ、これ安倍さんですね、被害者が被弾しても動かないのはということです、うん、そうですね、実際 まあ、なぜですか、はい、ということですね。被弾した、まあ、2発被弾したと言われてますけども、はい、その時に、まあ、ほぼ直立状態だったと、はい、いうことですね、はい、そのは、まあ、反応がないと、はい、いうところで、まあ、驚く方もおられるとは思うんですけど、はい、まあ、基本的に動くことはないんですね。映画だとかああいうのでエンターテインメントとしてはドンってこう撃たれた方が吹き飛んだりっていうのはあるんですけども、はいはい、現実的にはそれはない、はい、で実際撃った方、実際、車種の方ですね、はい、もう同じ反動を受けてるわけですよ、はい、要は、作用と反作用、この原則は銃弾でも全く同じなんですね、はい、全く同じ力を受けてる人がどんだけ撃っても動かないですね、飛ばない。ですからこの人が飛ばないということはもちろん相手も飛ばないということと、はい、あとはまあ例えば歩いてる時に後ろから撃たれるとなったら転ぶということはあると思うんですけども、はい、止まってる段階で感知力はあるんですけど、はい、それで人が吹き飛ぶということは基本的にないですね。これはね、高倉さんに聞くべき質問かどうか分かりませんけど、撃たれた本人、まあ、安倍元総理は撃たれたという認識はいつ自身であったと思いますか？私もその映像で確認する限りなんですけれども、はい、まず襟が動きます。その辺はまだ反応してないです、はい、でもう一個この腕の服がパッて動くんです、はい、その直後に安倍さんはこうギュッて体を縮めるんですよ。あ、します、はいはい、で台から降りていく、はい、台から降りるときは普通結構自然に倒れるようには降りてますよね、はい、普通に歩いて降りる感じですよね、はい、その瞬間に痛みいや、まあ、暑さだとか、ね、はい、何かを感じたんだと思うんです、はいはい、それで降りてからこうしゃがん で、ね、自然とね、はい、そうだと思います。これね、私もあの何度か私のチャンネルでも話してますけど、私の現職時代にですね、同僚が、まあ、先輩ですけど、同僚がね、この足の膝の後ろ打たれたことがあるんです。相手はね、暴力団で5発連発で撃って、そのうちの1発が暴力団の首へ、もう1発が私の先輩の足に当たったんですけども、でその先輩から事情聴取したのは私なんですけどもね、撃たれた瞬間音がしたと、で音がしてえっと思って、まあ、音がした方、まあ、安倍さんと同じです、音がした方を振り向いたと。その時実は自分撃たれてるんですよ。撃たれてるにもパンパンパンパーンと音がしてえっと思って後ろを振り向いたと。だからそうじゃない、だから何を感じたかというと、熱い足が、で自分で熱いってね、誰か人がいるわけじゃない、自分で熱って言ってこうそこをね触ったそうです。触ったらなんか血がついてた、血痕が。それでえっと思った瞬間に自分が弾かれたんだと思って、ヨロ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 ってこうなったという話をね、私そういう調書を取った記憶があるんですが、まあそんなもんですよね。おそらくそうだと思いますね、実際はね、はい。三段で他の人に当たらないのはどうしてですかという話です。これはですね、特によく分かりやすいのは前日に試射を行ったっていう建物ですね。これですね、同じ県内の、はいはい、これがですね、だいたい直径が30センチぐらいの円形に収まるぐらいの
にあったんですね、この6発すべてが、はいはい、でこれがですね、私がその現場に行って距離をレーザー距離計で測ったところ、まあ、推定距離ですけども、まあ、これね、まずこの、ね、8.5 メートルっていうあの距離は 8.5 は間違いないんですが、なぜその 8.5 という数字を出したかというのをまず先に質問していいですか。まずこの 8.5 メートルという距離を特定した、はい、まあ、理由なんですけども、はい、まずこの現場を上から見た図です、はい、上から見た図です、はい、でここが被害のあった建物です、はい、そしてこの奥まった場所、入り口のところに弾痕がありました、はい、でこれがですね、まっすぐ正面からではなくて、はい、やや右から入ってたんです。これ弾痕の後から、このまっすぐじゃなくてちょっと斜めから打ってるなと分かるんですね、はいはい、ということはまず左側ではない、もちろんまっすぐでもない、右側に限られるわけです。ただしこの建物の角がありますので、はい、これ以上右に行くと車線が通らない、不可能なので、はい、まずこの範囲に限られると思います、はいはい、次に山上容疑者は車の中から撃ったと言ってます。なのでその自身の車に乗ってる分、はい、およそまあ2メートル弱の範囲にはまず遠のけませんので、はい、ここはない、はい、可能性として低い、はい、ということでまずここまで限られます、はい、でここは私有地ですので走ることができませんので、はい、ここまででこの緑の範囲に限られます、はい、まあ、しかも運転席側から撃ってるってことは、はい、まあ、車はこう来る、はい、こう走ることが多いわけですから、はい、これ右側通行になってしまうので、はい、まあ、こうだとしたら運転席から打てなくはないですけど、はいはい、まあ、大体こう考えるとこの辺 8.5 メートルもしくは 8.5 よりちょっと距離があるかもわかんないぐらいですよね、はい、ということでまずこの範囲まで絞られるわけです、はい、でこの 8.5 メートルここまで遠のいたっていうことは、まあ、あのほぼ水平だった、はい、高さがついてないんですね、はい、見る限り、はい、ということは車の窓の高さとこの弾痕と比べると弾痕の方がやや下にあるんですね、はい、でこれを近づくと角度がつきます、はいはい、で離れれば離れるほど水平になる、角度が緩やかになる、そうですね、はい、ということで私が推測したのがこの距離だ、できるだけ離れてだろうっていう 8.5m、はい、この 8.5、はい、ここに立つと 8.5m だったとなるということですね、はい、あと、まあ、先ほどの質問はこの散弾銃がなんで周りの人に当たらなかったのかというねことなんですけど、ちょっとね、あの高倉さんがこんなものを、ね、作ってきていただいたんですが、ちょっとこれをで説明していただいてもよろしいですか。はい、はい、これがですね、ちょうどこれをそのまま大きく再現したものですね、弾痕を実際に、はいはいはい、直径がまあおよそ30センチぐらい、はい、じゃあちょっと私が、まあ、私の体に入れてみます、はい、これ、はい、あの体の中心部、腹部の中心部を狙って当たっていれば、はい、この、まあ、これね、6発今回発見されてるんですが、これが1回で、まあ、6発なのか、もしかしたら2回撃って1発目は全部弾痕が不明で、この2回目だけなのか分かりませんけども、まあ、1回と仮定した場合にね、これ腹部を狙ってれば、これ体には全部入る。そうですね。はい。はい。はい、ということです、ね、中央部であれば。はい。はい、ですから、まあ、他の方には当たっていない。そうです、ね。ですけど、これね、逆に私は質問しますけど、安倍元総理は、2発しか当たってない、はい、ってことですよね、はい、なんで6発全部当たんなかったってことが言えるんですか。これはまず横向き振り返った時に、うん、こう見て、はい、こう振り返った、はいはい、ほぼ真横に向く感じになったんですね。こうですね、はいはいはい、ということで まず範囲、当たる範囲が狭くなった。なるほど、こうじゃなくてこうですからね、はい、半分以下になりますね、はいはい、ということが一つと、はい、で必ずしもここがこの中心部だったと限らないわけですよ。狙ったところがどこかという、はい、もしかしたらここだったかもしれない、中心部が、はい、また後ろだったかもしれない、はい、となるとその一部が当たるっていうのはまあ自然なことなんです。これね、こうだから、はい、まあ、6発は絶対入りませんよね、はい、なるほどね、はいはい、だどれだけ離れたとしても30センチぐらいまでしか遠のかないので、はい、じゃあこの安倍さんの隣にこれほど近くに人がいたかというと、はい、いませんでしたよね。そうですね、はい、ということはまず当たるってことがありえないんですよ。まあ、あとどちらかというと一発目見ても分かる通り結構上に向かってちょっと ねあの、まあ、これね難しいです。別にあの山上容疑者が下手とかね、あの上手とかっていう問題ではなく、やはりどうしても上下にずれて、まあ、そこを修正して、まあ、あの当てたんだと思いますけど、まあ、これもどこ狙って撃ったか分かりませんけど、視野をやはりして、ある程度の感覚を掴んでたと、ね、いうことになると思いますよね。ということでちょっとね長く なりましたので、ちょっと一旦ここでね、2回目締めて、次回3回目にお話をしたいと思います。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。
小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談、そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、ご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。